件だ。始まりまして、3日間だけなんですけどね、休みがありますので、ちょっとツーリングなどしてみようという魂胆であります。アイルランド大使館、日本にあるアイルランド大使館がですね、ツイートしてたんですけど、どうやらハロウィンというのはアイルランドが発祥らしい。知らなかったです、はい、長いこと住んでますけど知らなかったです。そしておお怖いね。そして、中でも、ゴルエ、アイルランド島の西ですね。ダブリンからだと結構真西ぐらいになるのかな。そこにあるですね、お祭り、フェスティバルが非常にこう有名であると。そして大きなお祭りである。パレードなんかも出るぞと、街中をゾンビが歩くぞと、いうことでですね、ちょっと行ってみたくなりまして、行ってみようと思います。よろしくお願いします。ところどころハロウィンの飾りありますね。そこまで気合い入ってないかな。もっとゴテゴテに飾りつけた家なんかもあると思うんですけど、見ての通り、至っておとなしい感じで、大騒ぎという感ではないですね。現在はダブリンの街を、南に向かって進んで、でこれから東じゃない西か、西に向かって進路を取るっていう感じになると思います。あ、紅葉綺麗だな。紅葉めちゃくちゃ綺麗だな。多分もうこれがベストシーズンでしょうね。本当にスポットオンでしょうね。アイルランドの季節って春と、春、なんつったらいいのかな、春夏秋がすげえ短くてずっと冬みたいな、ちょっとそういうとこあるんですよ。で中でも多分ですけど秋は一番短い。ほんのそうですね。こんな何だろう、こういう風に紅葉が楽しめるなんていうのは数日と言ってもいいんじゃないかなと思います。下手をすれば本当数日で全部散っちゃうんですよ。この季節、お聞きの通り結構風が強くてですね、なので雨もたまにすごいのが降ったりする時が、今年はそうでもないですね。でもそういう時がある。そうするとせっかく紅葉してももう週末見に行って、ああ綺麗だなと思って次の週行ったらもうなくなってたみたいなこんなこともあるんで、秋はとっても短いと思います。今回の旅で一番問題になりそうなのは気温です。思ってなかったんですけどね、想像してなかったんですけど、どうやらすごく寒くなるようです。大丈夫だったんですけどね、このハロウィンの週末から、一気に気温が
下がるということらしくて、場所によっては朝方の気温が、氷点下、道路凍っちゃうじゃんっていう、天気予報が出ていまして、まあ脅かしに来てんだろうなと思っていたら、昨日の夜がっつりと2度ぐらいまで落ちまして、寒いんですよ今。何度ぐらいだろう、7度ぐらいだと思うんですよね。今日の最高気温は9度なんです。だから、まあ、7度から9度ぐらいじゃないかな。あ、ダブリンマラソンの旗がいっぱい立ってるな。ここルートなんだ、コースルートってな。なんでかハロウィンの季節はマラソンなんだよな、不思議だな。そんな具合なんで、着込んできました。着込んできたんですけど、もうすでに足先寒いですね。まずいな、つま先弱かったなこいつ。ちょっと後で何とかしないといけないかもしれないな。下がですね、ヒートテックみたいな分厚いソックス、その上に、まず靴は安全靴ですね、いつものやつです。で、ズボン、まず、まあ、パンツは履いてます。で、タイツ、ブレッサーモってやつだったかな、ミズノだったかな、ブレッサーモっていうやつを、タイツをビシッと履いて、その上からモンベルの、なんつったっけね、忘れちゃったな、なんか知んないけど、モンベルのあのダウンのやつを履きました。もうあったかいんですよ、めちゃくちゃあったかい。で、その上からジーンズを履きまして、ジーンズのエドウィンのあのバイカー用のジーンズですね。なんか知んないけど、あの二輪館とかで安売りしてたんで買ってきました。愛用してます、本当に愛用してます。で、さらにその上から、ワークマンイージスの下を着てということで、全部で何枚着てんだ俺。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚着てます下。すげえな、モコモコだよ、モコモコだよ。あ、ちなみにさらにその上からあの膝プロテクターつけてます。風が止まって、あのとても暖かいです。なんで上がまずヒートテックの長袖で、その上にユニクロのヒートテックタートルネックセーター、結構分厚いしっかりしてます。で、その上からプロテクター、コミネさんですね、プロテクターをつけて、で、その上にダウンジャケット、で、その上からさらにこのワークマンのストレッチを、しているということで、今度は何枚だ ?1枚、2枚、3枚、5枚ですね、やっぱり5枚です。だけどもうすでに胸元あたりかなり寒くなってきましたね。これは予想外だわ。大丈夫かな、お腹のあたりとかもう結構冷えてきてる。そして手はですね、いつものあの革の手袋、お気に入りの革の手袋に、まあコミネのこいつですね、まあ、無敵ですね、このハンドウォーマーってやつは。もうこれなしでは冬は生きていけないっていうぐらいに快適。これつけてるとね、短い距離5キロ10キロぐらいだったら、あの手袋出しても平気なんですよ。外気温5度とかでもなんとかなると思う。全然辛くないね、びっくりしちゃう。おっと、これはどうなってんだ、こっちか、こっちだな。うわ、分かりづら、今ちょっと危なかった、失敗した。さあ、これで
ラブリーも出るぞ。 M50 今超えるところですね。高速道路、あ、もう超えたのか。これで田舎道だ、延々と田舎道だ。なんかやばくねえか。雨降んないよね。